ャンプ場はブームでゆったりできない。だったら河川デイキャンプすればいいじゃない。ビジュアル系料理人のエレネスです。今日作る料理はシマリンの肉まん。来年5月に開催する100キロバイオコークスキャンプで大量配布する。そのために5500円もするゆるキャンホットサンドメーカーを2個購入。肉まんを焼くだけの手抜きの塊なのにゆるキャングッズを量産できる。さらにバイオコークスを燃料として使えばバイオコークスの素晴らしさを実感できる。今回バイオコークスが素晴らしいことは証明されているから、ゆるキャンホットサンドメーカーが期待通りの性能があるか検証する。調理開始。英雄破棄カルチャーフレイム。メタルマッチは信頼性が高い。もし点火装置が故障してもリカバリーすることができる。見せてもらおうか、ゆるキャンホットサンドメーカーの性能とやらを。ダメになるから頼むで。おお、いいやばいやばい、もうとっとととっとと、あーやばいやばい、ちょっと匂いしてきた。もうこれもういいかもしれん。うん、やっぱ火力強かったからかな。っていうかさ、これ火加減とかさ、風の強さとかで変わってくるから、あの火加減なんて分かんねえんじゃねえか。これこんな外でやるようなもんじゃねえわ。わからん、比較実験ができない。どうも、一旦見てみるか。一旦見てみる作戦でいこう。一旦見てみるか。はい、オープン。いやー、やばいやばい、これずれちゃうって。これちょっとやばいやばい。どうする、これ。これはしかも裏焦げてる。大丈夫だ、まだあと2つある。ちょっと見てくれ、ここ、これわかります？これ故障じゃありません。砂です。砂ぼこりすごいです。多分砂食ってんじゃない、これ。もうやばいやばい。おいおい、あーゴミ、ちょっと待って、環境活動家なのにゴミ捨てちゃあかんだろ。やばいやばい、早く帰ろう、早く帰ろう。さっきはこんな感じになっちゃったからね、あのどうしよう、日陰難しいんだけど、わかんねえな、こんな状況で。もう抜いて、こんな状況でまともになるとかできんのかよ。なんなのこれね、皆さん、僕のね、もう髪が長いとか綺麗とか言ってるけど、こういう感じに風になびく感じで風の強さが分かる、そのためのね髪なんですよ。は？
一応外でも食べられるようにプレートとかね買ってきましたから。そしてね、餃子のタレ、これで完成度アップだ。よし、準備は万端。いい匂いしてきたぞ。これ匂いで判別した方がいいかもしれんな。ちょっと開けてみるか。いや待て、さっき開けてみるかっつって失敗してずれたんだ。2分待とう。俺はここで2分を待つ。さっきの失敗ね、な、若干色がついてるのか分かんないような時になっちゃったから。ほら、いいぞいいぞ、2分待とう。ゴー、3、2、1、0。はい、見とけよ見とけよ。でゆっくり開けるんだ。ゆっくり開ければ位置はずれないから。いくぞ、間違っててもね、またやれる。おー、すげー、いい感じになってんじゃん。奇跡起きましたわ。いいねー、よしよしよし。こんなクソ強い風の中でうまくいったぞ。若干ね、胡椒みたいなのがついてるけど、これは胡椒だ。そう思い込めば大丈夫、成功だ。いいねー、あちちあちあち、よし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 、いいぞ。さあどうする。いいね、かわいいよ。はい、もう一枚、オッケー。よし、シマリンちゃん食べちゃおうかな。これね、あのフッ素加工、お、裏すげえいい色やってんじゃん。すげえ原作再現だ。なんだけど、あの原作再現と言いつつも油引いてないおかげで、ね、手に持っても大丈夫ね、油がつかないから、これはねいいかもしれない。フッ素樹脂加工はこういう時に役に立つ。ほら綺麗でしょ。で本番はね、こう何個も何個も焼くから、だからねこれでいいんだよ。うん、で原作再現の餃子はちょっとシマリンちゃん食べてから。うまい、うまっ。中に入れちゃおうか。なんかとんでもない食い方してんだけど、しょうがねえな。うお、見て、餃子のタレが垂れちゃった。餃子のタレだけに。この状況でそんなこと言ってる場合かい。うまい、うまっ。いただきました。ゆるキャンホットサンドメーカー、性能評価最高。アウトドアでは悪天候の場合もある。そんな時でも数分焼くだけで完成。これは100キロバイオコークスキャンプが楽しみだ。ゆるキャンで集客しつつバイオコークソウル、完璧な作戦だ。よし、それではちょっと風がすごいからもう帰ろう。風が強い。すごい砂まみれ。